今日は、自分のパレット自分の使いやすいパレットを作ってみたいと思います。今まで汚いんですが、私のこのパレットは、2000年に買ったので約20年間使っていますが、もう買った当時のまま全然使ってない色もあるので、必要ない色が結構たくさんあるなと思って、で持っていくのに結構重いので、外に持っていくときに結構重いので小さいものを作ってみたいなと思います。これをAmazonで見つけました。1000円ちょっとだったと思うんですけど、こうハーフパンみたいにこう分かれているケースが14個入っています。で、私がよく使う絵の具もこの14色を集めてみたので、これからこの中に絵の具を入れていきたいと思います。結構難しいのかな。パーマネントイエローレモンです。この色はとってもよく使います。バーミリオンヒュー、これはクリムソンレーキ。ブリリアントピンク、これはお花の色でよく使いますね。これもすごくよく使います。イエローオーカー、全部コルベインですね。ちょっと入れすぎかな。バーントアンバーもめちゃくちゃよく使います。そしてこれちょっと色間違えちゃったかな。アンバーあんまり使わないな。焦げ茶色が良かった。下側これはランプブラック、透明水彩はあんまりブラック使わないですよね。これはめちゃくちゃよく使います。ペーズングレイ、パッと見わかんないですね。黒、どっちも黒。色見本作ろうかな。これはパーマネントバイオレット、よく使います。影とかにすごいよく使う。パーマネントグリーン、これもめちゃくちゃよく使います。ナンバーワンと、これナンバーパーマネントグリーンのナンバースリーです。めちゃくちゃよく使う。で、これは空に使うホリゾンブルー。ちょっと硬い、なんか色によって硬さが違う。ちょっと古いのかな。ピーコックブルー、はい、以上です。その中がカタカタするのがすごく嫌なので磁石でくっつけようかなと思ってます。あとは乾くのをちょっと待ちたいと思います。
このウィンザーニュートンの24色、重さは 278g で、新しく作ったパレットは169、160g です。ちょっと軽くなりましたねあんまり劇的ってわけじゃないですけど、これが新しく作った、スケッチイエイク持っていくセットです。重さは 221g。 ウィンザーニュートンの、元のパレットよりも軽いですね。中身はいつも使ってるパイロットのスーパープチ、これは、水筆ですね。水筆、これが、試し塗りの紙、パレット、塗装巾、ボロ布の T シャツですね。でこれを持ってスケッチに出かけたいと思います。